海外の気になる記事を紹介したいと思います。今ね、日本ではもうコロナウイルスの話題でもうね、連日ニュースがね、賑わってますよね。でも海外ではじゃあコロナウイルスどういう風な感じで紹介されてるのかなと思ってみたら、まあもちろんね、日本と同じようにかなり危険だという風な感じで紹介されています。ところがですね、気になるね、今日ね、記事を見つけてきました。で、それはどこかというと、CNN で実はコロナウイルスよりも危険なものがあるというのをそこで書いてあったんですね。まあ、どういう記事かっていうのをですね、一緒に今回は、ね、解説していきたいと思います。どういうふうな内容かっていうとですね、こういう感じですね。で、まあ、記事の見出しですが、こういうふうに書いてありました。A deadly virus is spreading from state to state and has infected 90 million Americans so far. It's influenza. というふうに言っていました。これどういうことかっていうと、まあ、このね、deadly virus っていうのは死に至るウイルスですね。is spreading. ね。spreading っていうのは広まっているということです。from state to state. ね。各州で広まっていると。で、has infected. で、感染をしたっていうふうに言っています。90 million Americans so far. で、この90 million Americans っていう部分ですよね。million っていうのは100万ですので、で、1900万人ものアメリカ人が感染をしているというわけです。それは何かっていうと、インフルエンザというわけなんですね。なんかね、こう、やっぱり皆さん冬といえばね、一番こう、怖いのはやっぱりインフルエンザだと思うんですけども、ついついですね、このコロナウイルスというのがね、すごく脅威なので、すごい危険かなっていうふうに、なんかすごい勢いでね、広まっているので、危険かなと思うんですけど、実は、その陰でですね、一番危険なのは、一番危険なのはですね、やっぱり、インフルエンザですね。で、ここ、ニュースによるとですね、アメリカでは、こう今言ったように、1900万人のアメリカ人が感染して、もうすでにですね、8000人もの人がね、死んでるんですよ。これ2020年、今これを撮影しているのが2月1日なんですけども、2月1日現在でも8000人ね、で、これがもう1万人ね、行きそうな勢いで、こうな人が亡くなっているということなんです。で、ちょうど今ね、ニュース見てみたら、コロナウイルスね、コロナウイルスは213人の今死傷者が出ているということなんですけども、なんかもう要は、あれなんですよね、もう、ここにね、コロナウイルスに意識が行きがちなんですけども、やっぱりね、このインフルエンザが過去数十年間で一番ね、今危険な状態ならしいんですよ。なので、こうインフルエンザの対策をまずしておくということが大事なのかなというふうにこのニュースを見てて思いました。というのは、これね、対策ね、コロナウイルスをもう防ぎようがないですよね。コロナウイルス、確かにコロナウイルスも危ないんですけども、やっぱりその身近なその病気として、この時期のこう感染症としてインフルエンザっていうのは挙げられますので、もうこう、アメリカでこんなにね、人が亡くなってるっていうこと自体が、ものすごく実は恐ろしいなというのは思うんですよ。なので、皆さんもですね、まずそのまあ、コロナウイルスに備えてこう、マスクを買うのもいいんですけども、まず最初はですね、インフルエンザ対策。で、これをぜひですね、していただくことをお勧めします。特にね、お子さんがね、いるような家庭ですが、まあ、お子さんが当然、こう、インフルエンザをね、感染してしまう可能性があります。なので、まあ、もちろんですね、お子さんはもちろんですね、その親、ね、あとは、普段ね、子供と接している職業の人だとか、まあ、あとはその、そうですね、まあ、こう、なかなかこう、休めない方ですね、インフルエンザですね、インフルエンザですね、こう予防接種とかをぜひですね、していただくことをお勧めします。今回ですね、まあ、その CNN の記事から見られるですね、今状況ですが、まあ、コロナウイルスね、非常に怖いですよね。でも、ただそれ以上に怖いのが実はインフルエンザなんで、まあ、インフルエンザの対策をしっかりしましょう。ということで、このね、ニュースの記事、ね、見出しで解説をしました。で、またね、こういうちょっと気が向いたらですね、こうニュースの記事をいろいろ紹介してみたいなと思います。まあ、ニュースの記事からいろいろ学ぶことはありますよね。まあ、このようにですね、ニュースの話題とかもまた解説をしてきますので、ぜひですね、チャンネル登録、もしこの動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。